イスラーム期のクレタは、クレタの歴史を便宜的に区分した場合の一区分である。本校では、式をビザンツ帝国によって統治されていたクレタ島にイスラーム教徒の集団が侵入し、その支配を確立した820年代後半とし、周期をビザンツ帝国によってクレタ島が再征服される961年とする。820年代後半に、 クレタを征服したイスラーム教徒の集団は、征服時のまま一体性を失わず事実上独立した政権として続き、集団の長はアミールを名乗った。クレタのアミールは、アッバース長カリフに神獣を誓い、エジプトのトゥールーン・アサとも緊密な中退を維持した。クレタは、アラビア語でイクリティッシュと言い、クレタ人は、イクレティアという。年頃、または 828年頃にイベリア半島を追放されたアラブ人の一団がクレタ島を征服し独立政権を作り上げた。ビザンツ人は842年と843年にテオクティストスの指揮で島を奪回すべく遠征を行い島の大半を制圧したものの直後に撃退され最終的に再征服が達成されることはなかった。 ビザンツ帝国によるその後の脱会の試みもすべて失敗し、クレタ島の独立政権は135年ほどにわたり存続した。この国はビザンツ帝国の主たる敵の一つとなった。クレタ島のアーラブ人はアミールの下で東地中海のシーレーンを制し、クレタ島はムスリムの海賊船団の前線基地、安全地帯としての役割を果たした。 彼らはビザンツ帝国支配下の英華海沿岸地域を荒らし回り大きな被害を与えた。残された資料が少ないためにイスラーム期のクレタの歴史はよくわかっていない。ただ、イスラーム世界に残された記録によれば当時のクレタ人は単に海賊活動を盛んに行っただけではなく広域での貿易も行い、さらには農業にも力を入れていたと考えられる。 クレタ島のアラブ人勢力はニケホロスフォーカスによる960年から961年にかけての大規模な遠征によって終焉を迎えた。この時代を規定するのはアンダルスから到来したアラブ人たちがクレタ島に打ち立てた事実上の独立政権であるが、このクレタ島のアンダルス人政権を対象にした日本語の出版物はほとんどなく、またこれに言及する際に 特定の名前を与えることは一般的ではない。この勢力は例えば820年代から約140年の間アラブ人の支配下に置かれ、スペインからやってきたアラブ人によって征服された。この後クリタは130年余りアラブ支配下に置かれ、アンダルス人たちは独立した小政権を島に形成したが、といった表現で言及されるのが常である。 英語圏では例えば、マクリプリアスのようにこの勢力を、エミラテ・オブ・クリートと呼ぶ場合がある。英和辞典においては、エミラテという単語には、通常、主張国という訳語が当てられているため、これを直訳すると、くれた主張国という訳語を作ることができるが、地中海のエミラテを、主張国という用語を用いて表現している、日本語の書籍、論文はほぼ存在しない。したがって、 本校ではこの名称を使用していない。クレタ島は7世紀半ばのイスラームの征服活動の第一波以来、ムスリムの軍勢によって襲撃されていた。最初の攻撃が654年にあり、別の襲撃が674、675年にあった。島の一部は、ウマイヤ朝のカリフ、アルワリード一世の治世中に一時的に占領された。しかしながら、 8世紀に時折行われた襲撃にも、かかわらず、クレタ島が当時征服されることはなく、ビザンツ帝国はこの島の支配を維持した。クレタ島はこの島を確保するのに、効果的な遠征を行うには、アラブ人の海軍基地であったレバントから遠を過ぎた。コンスタンティノープルトリポリアレクサンドリアコルドバイラク、リオンダミエッタフェズキオスとクレタ島のアンダルス人に、関係する、 地中海の都市旧世紀前半から961年3月までの130年間ほどの間、クレタ島を支配したムスリムの政権が、いつ頃どのようにクレタ島を征服したか、さらに、征服の主体となった彼らが、どのような人々であったのかという問題については、資料が不十分であるため明らかになっていない。征服の式については、ビザンツ側の資料に基づくと、 ビザンツ皇帝ミカエル2世の治世後半のある時点で、あるのは確かである。上記クレタ島征服の主体は、マクリーズイーによる年代記の記述などを根拠に、伝統的にアブーハフスという人物に引きられ、イベリア半島からやってきたムスリムの集団であると考えられている。マクリーズイーによると、アブーハフスに引きられたアンダルス人は長い流浪の歴史を持っており、 もともとは818年に勃発した後、ウマイヤ朝、アミール・ハカム一世への反乱後の弾圧を生き延びたラバドの住民であるという。その後、流民の流入と流出を繰り返して1万人以上の集団を形成し、ところで、アダ、略を繰り返しながら、アッパース長支配下のエジプトアレクサンドリアに上陸した。その後、彼らはイブン・タヒルにより包囲されて、 アレクサンドリアから追い出され、クレタ島に向かったとされる。しかし、W クービアクが指摘するように、彼らが後とうまい野鳥に起源を持つという説は別の資料と矛盾しているように見受けられる。別の資料では、アンダルス人の海賊たちは798、9年初頭にアレクサンドリアに現れ、この都市の支配を手にしたのが814年であるという。 付け加えて、W. クービアクは、このアンダルス人たちの指導者、アブーハフスの出身地、ファフスル・バルートは、コレドバから離れた場所にあると指摘している。クレタ島に向かって航行する、サラセン艦隊、スキュリチェス年代期のマドリード社保により、このアンダルス人たちの一団が、クレタ島に上陸した、正確な時期は不明である。後のムスリムの記録ではそれは、 通常827年から828年、アレクサンドリアから彼らが追放された後のこととされている。しかし、ビザンツ側の記録は、これと矛盾しているように見え、彼らの上陸をスラブ人トマスの大規模な反乱の鎮圧直後のこととしている。クレタ島への侵略に対するビザンツ軍の反撃の兵力と年代についてのさらなる考察と、 この軍隊を率いるビサンツの将軍たちについてのプロソポグラフィにおける疑問によってビシリアス・クラスティーデスやクリストス・マクリプリアスのような学者は824年頃という早い年代を提案した。信頼されているイブンターヒルの記録によればクレタ島に家族ごと移動したアンダルス人たちは40隻の船でアレクサンドリアを去った。歴史学者 ワーレントレットゴールドは彼らの人数を総数約1万2千人、そのうちおよそ3千人が戦闘に参加可能な男性であったと見積もっている。ビザンツ帝国の歴史家によれば、このアンダルス人たちは過去にクレタ島を襲撃したことがあり、すでに島についてよく知っていた。ビザンツの歴史家はまた、このアンダルス人ムスリムたちの上陸は最初は、 略奪を目的としていたが、指導者、アブーハフスが彼ら自身の船を焼いた後、征服の試みに変わったと主張している。もっとも、彼らが家族を帯同していたことから、この説はおそらく後世に作り出されたものであろう。アンダルス人たちが、クレタの征服を、どのように進めたのかという点についても詳細は、不明である。スーダンカ現在のイラクリオンにあたりの北岸から、 侵入を開始したとよく言われているが有力な根拠に基づくものではなく、まず人口規迫な南岸に上陸して、その後人口中密な内陸及び北岸に移動したという説を述べる学者もいる。ところで、イラクリオンは当時まだ存在しない。イラクリオンはムスリムによるクレタ征服時代に建設された町であり、正確な建設時期は不明だが、南岸征服が 先とする説によると、次に述べるミカエル2世による、クレタ奪回の試みの後かもしれない。ミカエル2世は、アンダルス人のクレタ島上陸を知るとすぐに、彼らが、島全体の支配を確保するよりも前に対応を始め、島を奪回するために、相次いで、遠征軍を送った。スラブ人、トマスの反乱の間に生じた損害は、ビザンツ帝国の対応能力を低下させており、 もしもアンダルス人のクレタ島上陸が827、828年のことであったならば、徐々に進行していたチュニジアのアグラ部長によるシチリアの征服に対応するための軍艦と人員の転用もクレタ島の問題への対応を妨げたであろう。ビザンツ帝国のテマアナトリコイノストラテゴス、ホテーヌスとコメススタブリのダミアノスの指揮による 最初の脱回遠征は、ビザンツ軍が野戦で敗れ、ダミアノスが戦死した。二回目の遠征隊は、手巻ビューラ用隊のストラテゴス、クラテロスの指揮する70隻の軍艦と共に翌年に派遣された。この遠征軍は当初勝利を収めたが、満身に陥ったビザンツ軍は、野襲を受けた。クラテロスは、コストに逃走したが、そこで、アラブ人に捕われ十字架にかけられた。 英華界の地図。クレタ島は地図の南端部にある。アブーハフスはビザンツ帝国による初期の攻撃を撃退し、ゆっくりと島全体を統合した。クレタを征服したムスリムは、827年か828年の夏、クレタ島の北岸に近い場所に、ハンダクスという城塞を建設した。ハンダクスあるいは、ハンダカスはギリシア語文献に見える呼び名であり。 クレタのムスリムはアラビア語で掘割を意味するを含む名前で呼んだ。なお、ハンダクス建設以前の彼らの根拠地はクレタ南部のゴルティスだった可能性がある。また、ハンダクスはアブーハフスの王国の首都になり、クレタがビザンツ帝国に脱回された後もカンディア、ヘラクレオンとその時々の支配者に応じて名称を変えながら、 現在の町イラクリオンへと発展することになる。アブーハフスはアッパース町のカリフの総主権を承認していたが、事実上独立した諸公として統治した。彼らによるクレタ島の征服は、東地中海における海軍力のバランスを変更し、それまで安全だったエーゲ海の沿岸部に頻繁かつ破壊的な略奪をもたらしたという点で重要な出来事であった。 クレタ島のアンダルス人たちはまた、その歴史の初期のいずれかの時点で、キュクラデス諸島のいくつかの島を占領した。しかし、ミカエル2世は別の大規模遠征を企画し、軍艦の心臓と、テッサラコンタリオイと呼ばれる新しい水兵の募集を行った。オーリュファスの指揮するビザンツ艦隊は、アラブ人をエーゲ海の島々から追い払うことができたが、クレタ島の奪回には失敗した。 ミカエル2世の後継者テオフィロスワートウマイヤ朝のアブドア・ラフマーン2世へ使者を送り、クレタ島のアンダルス人亡命者に対する共同行動を提案した。しかしアブドア・ラフマーン2世は、クレタ島に対するビザンツ帝国の行動への同意以上のものを提供することはなかった。829年10月、クレタ島のアンダルス人はタソスの戦いで、 イザンツ海軍を撃破し、オーリファスの戦力の多くを無力化した。そして、エーゲ海の海岸地帯での略奪が可能となった。後に、彼らは、エウボイやレスボス島、そしてテマトラケシオイの沿岸地帯を襲撃し、そこで、ラトロスさんの修道院を破壊した。しかし彼らは、現地のストラテゴス、コンスタンティノス・コントミューテスによって徹底的に、打ち破られた。 842年のテオフィロスの死後、クレタの脅威に対抗するための新たな招致が、ビザンツの新政権で取られた。843年に、新たな海の手間が、アラブ人の襲撃により、効率的に対応するために設置された。そして、クレタ島を脱回するための別の遠征計画が、強力なロゴテテスで殺傷のテオクティストスの個人的なリーダーシップのもとで組織された。 この遠征は、クレタ島の大部分を占領することに成功したにも、かかわらず、テオクティストスは、コンスタンティノープルの政治的陰謀の結果軍団を放棄しなければならず、取り残された軍は、アラブ人たちによって壊滅させられた。クレタ島のアラブ人を弱体化させる努力の中で、853年に、いくつかのビザンツ艦隊が、東地中海での連携作戦に従事し、 クレタ向けの武器を露覚するために、エジプトの海軍基地ダミエッタを攻撃した。続く数年間に、ビザンツ軍はアラブ人に対していくつかの成功を収めたが、それにもかかわらず、クレタ島のアラブ人は860年代諸島には、略奪を再開し、ペロポネソス半島、キュクラデス諸島、そしてアトスを攻撃した。866年、ビザンツ帝国のカエサル、 バルダスは、クレタ島を征服するための別の大規模遠征軍を、組織したが、性敵のマケドニア人バシレオスによって、バルダスが殺害されたために艦隊が首都を、出陣してからわずか2週間で遠征は終了した。マドリードスキュリツェスに描かれた、クレタ島のサラセン人を罰するオールファス。870年代初頭、クレタ島のアラブ人による襲撃は、新たな段階に達した。 彼らの艦隊はしばしばビザンツ帝国から移った反逆者によって指揮され、エーゲ海からさらに遠く、ダルマティアの海岸地帯にまで活動範囲を広げた。873年頃のある時、ビザンツ帝国の反逆者、ホティオス指揮下のクレタ艦隊は、マルマラ海にさえ入り込み、成功はしなかったもののプロコンネソスを攻撃した。百十七年から百十八年にかけての、 コンスタンティノープル法以来、ムスリム艦隊がビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルに肉迫したのは初めてであった。しかし彼らは帰還時、ビザンツ軍の新たな司令官、ニケタス・オーリファスによってカルディアの戦いで停滞敗北を被った。すぐ後、オーリファスは再びコリンティア・コスワンの戦いでクレダ艦隊を打ち破り、多数の捕虜を得た。捕虜たちは 略奪行為に対する報復として、荒烈な拷問を受けた。ほぼ同じ頃、ヤーザマアンハーディムによって引きられた、タルソスのムスリム艦隊は、ハルキスで襲撃され破壊された。これらのビザンツ軍の勝利は明らかに一時的な、急戦をもたらし、クレタのアミール、サイプスは、およそ10年間にわたり、ビザンツ帝国への功能を義務付けられた。ビザンツ領への襲撃はすぐ後に再開され、 これには、クレタ人に加えて、北、アフリカ人とシリア人の艦隊が加わった。ペロポネソス半島は彼らの襲撃によって、特に激しく苦しめられ、エウボヤとキュクラデス諸島の周囲が、クレタの支配下に入った。クレタの支配は、北はサロニコス湾のアエギナ島、ペロポネソス半島南岸沖のエラホニソス島と、キティラ島に至るまで広がっていた。 キュクラデス諸島の中の大島であるナクソス島、それにおそらくパロス島とイオス島の周囲の島々は人頭税の支払いを強制された。全般的にクレタ島のムスリムは遺物や文学に痕跡をほとんど残していないため、一時的に支配または占領された島は実際にはもっと多い可能性がある。このアラブの襲撃の新たな潮流は英華全域において、 いくつかの島の完全な荒廃と各地の海岸部が放棄されより防御に適した内陸部に集落が移動するという影響をもたらした。アテネもまた896年から902年頃におそらく占領され、904年にはトリポリのレオンが率いるシリア艦隊がビサンツ帝国第二の都市テッサロニキを略奪した。クレタ島のアラブ人はこのシリア人たちと 緊密な協力関係にあり、シリア艦隊はしばしば、クレタ島を基地として、またレオンがテッサロニキから引き上げる際には、中継地として利用した。この時、およそ2万人以上のテッサロニキ人の領収が、クレタ島で奴隷として売却、または贈与された。また、クレタの政権は、エジプトのトゥールーン朝政府から、強力な支援を受けていた。しかし、トゥールーン朝の後成立した。 イフシードアサの後継者たちは、クレタへの支援を怠った。911年、ヒメリオスの指揮のもと、100隻以上の軍船を用いた、新たなビザンツ帝国のクレタ島への大規模遠征が、開始された。しかしこの遠征軍は、数ヶ月で島からの撤退を余儀なくされた。そして撤退の途中、ヒメリオスの艦隊は、キオス島の戦いで、シリア艦隊によって粉砕された。 ハンダクス包囲。ハンダクスは、クレタ島における、ムスリムの主たる、根拠地であった。マドリードスキュリチェスに描かれた、細密が。クレタの海賊活動は930年代と940年代に、再び頂点を迎え、南部ギリシア、アトス、そして小アジアの西海岸は後輩の一途をたどった。この結果、ビザンツ皇帝コンスタンティノス7世は949年に、 新たな遠征軍を派遣した。しかしこの艦隊も奇襲を受け、ビザンツの年代記作家たちは、この敗北の原因を指揮官であった艦官,官、コンスタンティノス・ゴンデュレスの無能と未熟のためとした。コンスタンティノス7世はしかし諦めることはなく、その地世の最後の年に新たな遠征の準備をした。この遠征は彼の後継者、ロマノス2世によって実現した。 彼は艦隊指揮を有能な将軍ニケフォロスホカスに委ねた。大艦隊と大軍を指揮するホカスは960年の6月か7月に出港してクレタ島に上陸し、ムスリムの初期の抵抗を排除した。長きにわたるハンダクス包囲は冬を越えて961年まで続き3月6日には総攻撃が行われた。ハンダクスは略奪され、 モスクと城壁は解体された。ムスリムの住民は殺されるか奴隷とされ、クレタ島の最後のアミール、アブドゥルアジーズ文ュアイブと彼の息子、ヌーマーンは捕らえられて、コンスタンティノープルへ連行され、ホカスは外戦式を模様した。クレタ島は、ビザンツ帝国の手間として再編され、残留したムスリムは聖ニコンのような、伝道師たちによって、キリスト教に改修した。改宗者の中には、 クレタの王子アネマスもいた。彼はビザンツ帝国に侵入し、970年から971年にかけてのルーシ族との戦争の際、ドロストロンで死亡した。このクレタ島の初期ムスリム時代は残存資料の欠如のためにその内部の歴史に関して、比較的不明瞭な状態である。さらに、おそらく961年以降の、 ビザンツ帝国による意図的な破壊のために当時の主要な考古学的遺物は残っておらずアラブ人の存在を思い起こさせるのは少数の地名のみである。このことはクレタ島のアンダルス人政権についての一般的な理解に影響を与えた。この国についての情報をほとんどビザンツ側の資料に頼らざるを得なかった学者たちはビザンツ人の色眼鏡を通して 伝統的にムスリム支配下のクレタ島を典型的な海賊の創屈とみなしており、海賊行為と奴隷貿易によって存立していたと考えていた。一方で、イスラーム世界のクレタについての散発的な言及が描く姿は、秩序だった金融経済と広範な貿易関係を持つ整った国家の姿であり、これらの記録は、 ハンダクスが重要な文化的中心地であったことを証明している。現代に残された重量と品位の安定した大量の金、銀、銅のコインは強力な経済と人々の高い生活水準を示している。経済は他のイスラーム世界、とりわけエジプトとの交易と農業の流盛によって強化された。独立国家を維持するための必要性と、また同様に、 イスラーム世界の市場へのアクセスが農業の強化をもたらした。当時クレタ島にサトウキビが導入された可能性もある。ムスリムによる征服の後、クレタ島に居住していたキリスト教徒に何が起きたのかは不明瞭である。伝統的な見解はそのほとんどが回収したか追放されたというものである。クレタ島でキリスト教徒が生き残り続けたというムスリムの 文献資料による記録があるが、他のムスリムの征服地と同じようにムスリムが支配階級を形成し、多数派となったことが同じ資料からわかる。テオドシオス・ディアコノスが報告しているようなムスリムたちと対立する階級の情報もある。彼によれば、この島の支配権を持たない岩や洞窟に居住する農村のクレタ人は、ニケフォロス・フォーカスによるハンダクスの包囲を支援するために、 彼らのリーダーであるコリマウンツに引きられて山岳地帯から降りてきた。この報告はビザンツ人のキリスト教徒人口は農村部に相対的に孤立した状態で残されていたのに対しムスリム人口は都市部で優勢であったことを示していると思われる。イスラーム期のクレタ内部の歴史は資料が乏しいことが原因でつまびらかに語ることが難しい。それでも アラブ側のアラビア語資料により、支配者の地位、イマーラがおおむね男系子孫に世襲されたことがわかり、各アミールの名前も知ることができる。ビザンツ側のギリシア語資料にも、クレタの支配者の名前がギリシア語風に転化した形で記録されており、一部のものについては、没年等、ある程度のライフヒストリーも判明している。 資料館の矛盾や曖昧な部分も多いが、近代的な歴史学以前から、構図化により続けられてきた古戦趣味の成果も利用することにより、クレタのアミールの名前と、その継承順を確立させることができる。ありがとうございます。